皆さん、こんにちは。こんばんは。ズマス・ナオトです。今回はメガトンケールのほくらをやっていきます。装備は心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回はラーミアの鞭のいきなりスキル、まばゆき翼で衰弱を入れて、で、闇の衣の黒炎のいきなりスキル、甘美なる闇で呪文耐性10%減を入れて、最後にマダンテで討伐していきます。で、ここをダメージ受けて、で、この後ですね、大神官がアンコールを守り人に、で、守り人が応援を大魔導士に入れます。で、次のターンで守り人が不死鳥の焔をやって、それが大魔導士に乗ります。で、大魔導士がマダンテをやります。で、このダメージ、暴走マダンテで12万で、そっからやまびこのマダンテで討伐終了です。マダンテ強っ。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。